引き逃げなどの疑いで逮捕されたのは、旭川市の無職三谷美和子容疑者です。三谷容疑者は、先月30日午後3時半ごろ、遠町四条東2丁目の交差点付近で、遠間町に住む92歳の女性を乗用車で跳ね、そのまま立ち去った疑いが持たれています。女性は左足を骨折する重傷です。警察は防犯カメラの解析や衣服の痕跡などから容疑が固まったとして、きの三谷容疑者を逮捕しました。 調べに三谷容疑者は歩行者を跳ねた覚えはありませんと容疑を否認していて警察が詳しい状況を調べています。